皆さん、おはようございます。おはようございます。博多どんたく港祭り博多駅本舞台へようこそお越しくださいました。それではただいまより第63回福岡市民の祭り博多どんたく港祭り開会式典を執り行いたいと思います。私、本日の司会進行を務めます TNC テレビ西日本の山口菊一郎と佐藤ゆりかです。どうぞよろしくお願いいたします。それではまず初めに博多どんたく港祭りの開会宣言を福岡市民の祭り振興会実行委員長永江静香様にお願いしたいと思います。永江様、よろしくお願いいたします。ただいまより第63回福岡市民の祭り博多どんたく港祭りを開催することをここに宣言いたします。ただいま第63回福岡市民の祭り博多どんたく港祭りが開催されました。永江様、ありがとうございました。さて、本日から2日間博多どんたく港祭り皆様にもお楽しみいただきたいと思いますが、今年は見事な天気に恵まれそうですね。いいですね。はい、予報によりますと、この2日間、はい、晴れです。晴れということでございますね。はい、さあ、それではその日差しのもとでございますが、国歌の斉唱を執り行いたいと存じます。どうか皆様にはご起立のご協力をお願いしたいと存じます。それでは、ご唱和をお願いいたします。
して、やはり私どもその一番気になりますのが安心安全の問題でございます。多くの方々が来られるドンタク、その何かあってはせっかくのお祭りが台無しになってしまいます。福岡県警察本部の皆様にはですね、警備の面で大変お世話になっております。まあ、後ろには岩下県警本部長がいらしてございますけれども、本部長には心から申し上げたいと存じます。私どものこのドンタク、実は平安時代の末期に起源がございます。博多松林と申しますけれども、この博多松林というこのお祭りがですね、ドンタクの源流でございます。でそれは今日まで、脈々と伝統が引き継がれてきております。でただドンタクは過去いろんな試練を経てまいりました。紆余曲折を経てですね、明治、大正、昭和と姿を少しずつ変えて、昭和32年1957年に、福岡市民の祭りとして続けられまして、今日のドンタクの姿が出来上がりました。今回は第63回の福岡博多市民の祭り、失礼します、博多ドンタク港祭りということで、ございます。本当にこれまでのこの長い間これを受け継いでこられた先輩の皆様方に対しては、心から感謝の意を申し上げたいと思います。最近の特徴としましては、外国人の方々の参加が増えているということでございます。今回は約10カ国ですね、ミャンマー、マレーシア、台湾などですね、10カ国の方々がですね、パレードに参加をされます。参加人数は1300人というふうにお聞きしております。今回のこの全体の参加者が2万6500人というふうにお聞きしております。675団体2万6500人の参加をもって、このドンタクがですね、これから始まるわけでございます。外国人の参加者は大体全体としてみまして 5% ぐらいの割合を占めます。でそれに加えて、海外からのお客様が多数お見えになっておられます。いわゆるインバウンドの方々です。インバウンドの方々の数は、コロナ前を超えるようになっております。今日明日と多くの方々がですね、博多の祭り、いやもう今やですね、アジアを代表するこの博多どんたく港祭りをご覧になって、楽しんでくださるのというふうに思っております。私どもこのここの会場だけではなくて、29の演舞台で、たくさんの方々が踊り、歌、その他のいろんな芸能を披露してくださいます。皆様ですね、どんたくパレードだけではなくてですね、そういった演舞台にも足を運んで、声援をしていただければありがたいということでございます。最後になりますけれども、私どものこの願い、最初に申し上げましたように、安心安全にこのお祭りを執り行うことでございます。副題がいつも副題があるんですけども、元気をですね、全国に届けるという、そういう趣旨の副題でございますけれども、この私どもの気持ち、全国にだけでの中でも特に能登半島で、現在も大変なご苦労しておられる皆様にですね、その元気をお届けしたいというふうに思っております。このこれからの2日間、ぜひとも皆様が安全安心なその観覧をしていただくように、お
願いを申し上げて、私からの挨拶とさせていただきます。これから皆さん一緒になって楽しみましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。続きまして、福岡市民の祭り振興会名誉会長高島総一郎福岡市長にお願いいたします。皆様おはようございます。博多どんたくにようこそお越しくださいました。今も大事な話は全部谷川会長がおっしゃっていただいたんで、私は重複はしませんが、せっかくだからお伺いをしたいんですが、今日は福岡市内から来たという方手を挙げてください。はありがとうございます。福岡市内じゃないけど福岡県内から来たという方、おお結構ありがとうございます。待って、じゃあ福岡県外からお越しいただいたという方、はい、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。はい、もう下ろしていただいて大丈夫ですよ。ありがとうございます。そうですね、本州から来たという方は、あ、本州か、そうですか、ありがとうございます。でも海外っていらっしゃいます、海外の方、ああそうですか、 Welcome to 福岡、 Thank you、 ありがとうございます。そうですか、1日で100万人の方が、ね、訪れる、2日間で200万人以上が訪れるどんたくですが、まあ今年は冒頭にお話ありました通り天気が両日ともにいい、ね、どっちかは大体雨降るんですけどもね、両方ともいいんでたくさんの方お越しいただけると思います。でもう私からは1個だけです。天気がいいんで、すごい心地いいんですけど、水分を補給していただいて、それから日焼け止めをぜひケアしていただいて楽しく過ごしていただいたらというふうに思います。まあもうこれ以上言うことはないんでですね、ぜひ2日間みんなで楽しみましょうね。どうもありがとうございます。続きまして、福岡市民の祭り振興会顧問服部清太郎福岡県知事、よろしくお願いいたします。皆さんおはようございます。福岡県知事の服部清太郎でございます。さあいよいよ博多どんたく港祭りが盛大に、そして華やかにスタートいたしました。今年のどんたく、天候にも恵まれ、そしてまた5年ぶりに観光桟敷席も復活をいたしまして、まさにフルスペックであります。そしてちょうど今ですね、私たちは福岡県と大分県、そして JR 各社の皆さんと一緒にですね、全国最大の観光キャンペーン、デスティネーションキャンペーンを開催いたしております。今高島市長からお尋ねありましたが、この会場にも国内外からたくさんのお客様がこのデスティネーションキャンペーンでおいでになっているかな、そしてヨカバスで県内を周遊しようかなと思っていただいていると思います。福岡の皆さん、お客様方をですね、飾らない普段着の温かな心でおもてなしをいたしましょう。そしてやっぱ博多福岡ヨカとこばい、よか思い出を、素敵な思い出を作っていただきましょう。そして今回のどんたくのテーマ、届け祭りの笑顔と元気であります。大きな震災に見舞われた能登の皆さんに、そして大きな火災に見舞われた北九州小倉の皆さんに、この博多の福岡の元気を、勇気を届けてまいりましょう。さあ皆さん、大いに盛り上がってまいりましょう。どうもありがとうございました。服部知事ありがとうございました。さあそれではここで昨日発表された福岡親善大使の3名をご紹介させていただきます。大使の皆様、ステージへどうぞお上がりください。皆様どうぞ拍手でお迎えください。ステージに向かって右手より上田
として福岡市内はもとより国内外各種行事やイベントに参加し、福岡市の観光 PR など親善施設として活躍いただきます。はい、こちらの機会ですので上田さんから一言お願いいたします。皆様こんにちは。2024年2025年福岡親善大使を務めます上田穂香と申します。福岡大好き、お祭り大好きの博多っ子です。皆様一緒に博多どんたく港祭り楽しみましょう。よろしくお願いします。高橋さんお願いします。皆様こんにちは。2024年2025年福岡親善大使を務めさせていただきます高橋彩乃と申します。これから2年間福岡市の魅力を一人でも多くの皆様にお届けできるように頑張ってまいります。よろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。
親善大使の皆様でございました。どうぞ大きな拍手でお送りくださいませ。それでは大使の皆様どうぞ、大使の皆様がこれから2日間いろんな会場で PR をしてくださると思いますのでね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは続きましてくす玉開きを執り行いたいと存じます。くす玉を開いていただく皆様をご紹介いたします。私がお名前をお呼びいたしますので、名前を呼ばれました皆様はくす玉の引き綱の方へとお進みくださいませ。はい、はい、では参ります。福岡市民の祭り振興会会長谷川博道様、福岡市民の祭り振興会名誉会長高島総一郎様、福岡市民の祭り振興会実行委員長永江静香様、福岡市民の祭り振興会副会長戸田光一郎様、福岡市民の祭り振興会副会長川原正隆様、福岡市民の祭り振興会副会長真鍋弘俊様、福岡市民の祭り振興会副会長津田鶴太郎様。続きまして福岡県知事服部誠太郎様、福岡市議会議長内越元康様、福岡県警察福岡県警察本部長岩下剛様、九州旅客鉄道株式会社代表取締役社長執行役員古宮洋二様、博多駅商店連合会会長熊本昌一様、以上の皆様でございます。では皆様ご準備をお願いいたします。引き綱をお待ちください、はい、ください。皆様準備は整いましたでしょうか。はい、それでは準備が整ったようでございます、はい、私のどうぞの合図で紐をお引きください。それでは参ります。博多どんたく港祭りのくす玉開花です。どうぞ。それでは皆さんと一緒に万歳三唱をしたいと思います。それよりますがご起立をお願いできますでしょうか。そしてご唱和をよろしくお願いいたします。博多どんたく港祭りの盛況を記念して万歳。第63回福岡市民の祭り博多どんたく港祭りの開会式典を終了させていただきます。皆様本日はご来場いただきまして誠にありがとうございました。ありがとうございました。ご登壇者の皆様どうぞお進みください。皆さん盛大な拍手でお送りくださいませ、はい、ありがとうございました。